おはようございます。じゃんくんぽんちゃん、今作業デスクの上は、大にぎわいです。あ、これ外で出そうかね。よいしょ。なぜかですね、朝ここに日が当たるのでこの場所が大人気です。ああ、何か押してるね。あ、これだ。作業になりません。つばかり、ジャン君とポンちゃんは仲良しです。まあいいか。ジャン君。はい。仲がいいことだけは分かりました。こちらがですね、今、クロケンパパが工作中の、これはね、玄関の外の、玄関を出てすぐにですね、4段の階段があるんですね、ステップがね。で、これが老人にはちょっとつらかろうということで、そのステップのところに、手すりを作りたいなと思いましてですね、頑丈なものをちょっと作るために、こういうホームセンターでこういうパーツを買って組み合わせて今製作中です。その横でお二人はくつろぎ中です。ご飯を待っているんですね。よいしょ。ご飯用意していいですか？はい、はい、お返事してくれたの。おいしいおいしい、おいしいおいしい、うまうまジャンプ、うまうまポンちゃん。あ、ポンちゃん食べよう。ジャン君がポンちゃんのお皿を最後の残したやつをちゃんときれいに舐め取ってくれます。これはいつものこと、毎日のことです。ひひんね、ジャン君。ポンちゃんおしとやかだからちょっとね、最後までキリキリにしないんだよね。ジャン君がキレキレしてくれるのね。おいしいな。か、はい、ごちそうさまでした。うん、はい、しようか。かわいい。うん、とだね、ジャン君。かわいい。はい、じゃあジャン君、チュールを全部食べ終わっちゃったので、これを、ちょっとだけ吐かない程度あげましょうね。はい、ジャン君。はい、どうぞ。おいしい。おいしい。ジャン君とポンちゃんあまりささみ系食べないんだけど、カオリンの箱主さんからもらったチキンのフリーズドライと、あと、この花ささみっていうやつは大好きみたいです。はい、はい、ちょっとずつね。はい、おいしい。ポンちゃんも、あれ、ポンちゃんもおいで。ポンちゃん、どこ、なんかポンちゃんどこ行っちゃったかな。ポンちゃん、ポンちゃんも花ささみ食べる？なんかその辺からなんかギターみたいな感じ。あ、やっぱりあそこ好きなんだよね。ギターのところのあの本棚の一番下の広いところ、あそこがポンちゃんのお気に入りの場所なので、ね。ポンちゃん、ポンちゃん、
こっち来たらあげるよ。はい。うまいうまいって。うまうま。ジャン君うまうま。ジャン君の方がこれは気に入ってんのね。ジャンちゃんも食べるけど、ジャン君はすごい好きみたいです。ポンちゃん。ジャン君あんまり勢いよく食べると吐くからさ。ね、ゆっくりね。あと一個だけね。はい、これでおしまい。はい、おしまい。ポンちゃんもこっち来たらあげるよ。いいの？じゃあ後で来たらあげるね。はい、次はポンちゃんの大好きなカリカリでーす。ポンちゃんはもう食べています。こんな感じで。今日はこれが大好きなのでニュートラとアイリスの上にこれをトッピングします。はい、タイガーポンチ、ジャン君どうぞ。ジャン君もいらないんですか？ポンちゃんはいっぱい食べてますよ。ジャン君どうぞ。いいの？さっき散々食べたもんね。後で食べようね。ポンちゃん、おいしい。いい音です。今、クロケンパパは一生懸命お母さんのやつを組み立てているので、ちょっと音がしています。なんていうのそれ？あ、手すりだね。手すり、うん、お外の階段の手すりです。ポンちゃんのカリカリ音がいい感じです。ジャン君を見てます。ジャン君、いいな。食べないでいいな。さっきのどんな感じだったな。やばいね、ジャン君。ジャン君、ジャン君からのポンちゃん。ポンちゃんは本当にカリカリ好きだね。いい音。ニャンコのカリカリってる音ってすごくいい音。ニャンコも早くカリカリって言わせて。様でまたそっち行っちゃうんだ。どうですか、ギターの向こうに。お、危ない。気をつけてね、ポンちゃん。結構無理無理言ってます。もうちょっと快適に持ってるようにしてる。うん、でもあそこ最終的には本入っちゃうんだけどね。はい、どうぞ。ジャン君はポンちゃんの食べかけがいいの？あれ、やっぱりいらないの？ほう、おしまい。このようなものがですね、出来上がり直前ですかね、かなり頑丈なのが作れました。これを今度は外に持っていきます。問題の箇所はこれでですね、この階段の脇ですね。
ここによいしょ、ちょっと片手で難しいので、はい、いかがでしょうか。こんな感じです。今のような感じになりましたですね。ちょっとこういうのが飛び出しているのは気になるんですけれども、ここにこれです。取ってこれを今からつけます。ということで、このような感じになりました。よいしょ。よ。ちょっといかついかな。と言ってもまあ、この頑丈さをちょっとね、黒剣の身長ではだいぶ低い位置にあるんですけれども、我が母と、マホイママはまあ足腰は大丈夫ですけれども、背が低い人にはいいかもしれないです。とここ気になるちゃう、気になるね、気をつけるように言います。完成。